はようございます。ふるさとは遠きにありて思うものとは室生犀星の有名な言葉であります。故郷を遠く離れて歌った言葉かと思うとそうでもないらしいのです。神奈川新聞の12月10日照明塔の記事で知りました。記事によると、有名な一節で知られる室生犀星の象形異常は、遠方から故郷を思うのではなく、帰郷前に郷里で詠まれた詩だという。懐かしいはずのふるさとで疎外感に苛まれ、二度と帰るまいと誓う、そんな複雑な思いが込められているのだそうです。私なども故郷を離れてもう40年近くになりますが、そんな複雑な思いではなく、やはり単純に今も遠きにありて思うものであります。先日毎日新聞の余録を読んでいると、マグロは縄文人も食べていたという万葉集には、その古名、古い名前です、古名、シビの漁に財を取った歌があると書かれているのを見て驚きました。マグロの古名、古い名前はシビだというのであります。私の田舎ではマグロのことをシビと呼んでいました。マグロというのだと知ったのは、私など故郷を離れてからのことでした。はじめはシビのことを関東の人はマグロと呼ぶのだと思ったのでした。しかし、シビと呼ぶ人はほとんどいないので、シビというのは田舎の方言くらいに思っていました。それがなんと万葉集にも出ている古名であるとは驚いたのです。私のふるさと新宮市は、今でも帰省するにはとても時間のかかるところであります。しかし平安時代の頃から熊野詣でが盛んであって、皇室の方などもよくお参りになっているのです。都から独自の文化が伝わっているという一面もある町なのであります。シビがどのような経緯で使われるようになったのかは分かりませんが、不思議に思いました。そしてそんな記事を読んで、ふるさとのことを思い出したのであります。よく人からふるさとに帰ることがあるのですかと問われることがありますが、ほとんどありません。数年に一度くらいのことであります。なんとなれば、私は修行道場のお世話をする役目を務めていますので、若い修行僧たちを大勢扱っています。そのためにはなるだけ外出しない方が良いのであります。出かけるにしてもできるだけ日帰りで帰るように心がけてきました。しかし新宮に帰るには日帰りは無理なのであります。ですから公園などの紅葉がある時にしか帰っていないのであります。それがこの年末にふるさと新宮市で講演会を催してくださることになっています。8年ほど前にも新宮市の主催の講演会に招かれていきました。ちょうど紀伊半島豪雨から2年経った時でありました。今から10年前の秋9月、集中豪雨で大きな被害を受けたのでありました。大勢の人が亡くなりました。町が泥だらけになってしまったのでした。身内を亡くされた方もいらっしゃいます。そんな被災した町の人たちに話をしてほしいと頼まれて、新宮市の市民会館で講演したのでした。その講演録は私の著書である祈りの延命時空観音経春秋社に全文が載っています。その初めのところに書いた文章を転載します。平成23年9月、紀伊半島を襲った台風12号によって、和歌山県は大きな被害を受けました。私の生まれ育った新宮市でも多くの方が亡くなりました。平成24年の9月には
熊野川のほとりにできた慰霊碑でお経をあげたところ、市内の方々が100名を超えるほど集まってくださり、季節して盛大な慰霊祭になりました。その折にほんのわずかな時間法話をいたしました。さらに平成25年には新宮市仏教会、新宮市教育委員会の主催で追悼講演会が開かれ、そこで話をいたしました。その日も折から台風の影響もあって大雨でした。大雨洪水警報も出されて、講演会の開催も危ぶまれました。地元の方も2年前を思い出すようだというほどの豪雨でした。しかしながら念ずれば花開くと申しましょうか、奇跡的にも講演会の小1時間前には警報が解除され、私が講演会の会場に着いた時には雨も上がり、控え室に入ると窓の外にはきれいな虹が見えました。きれいな虹だなぁと市長さんと眺めていると、さらに西の空は見事な夕焼けに染まりました。そんな中、新宮市民会館に1000人を超える方々が集まってくださり、講演をいたしましたと書いています。そしてまず手を合わせて祈ります。第一に亡くなった大勢の御霊が安らかでありますように、次に熊野の大自然が穏やかでありますように、最後にこの熊野で暮らすみんなが幸せでありますようにと心から祈ります。今年で故郷を離れてちょうど30年が経ちますというところから講演が始まっているのです。ちょうど10年前にこの市民会館は建て替えの計画がなされていたのでした。ところが豪雨の復興のために再建は後回しになりました。そして10年でようやくその市民会館が単核ホールとして出来上がったのでした。私が卒業した単核小学校のあった場所にこのホールは出来上がりました。単核は近くのお城の名でもあります。単核ホールのオープニングの行事の一つとして私の講演会を催してくださるのであります。なんともありがたいことであります。今度の大ホールは800名収容できるそうです。そこに800名の方を入れる予定だそうです。800名も来てくれるのだろうかと思っていましたが、11月の下旬にあらかじめ入場チケットを配布したところ、なんと半日で800枚がなくなったのだそうです。聞くところによると、雨の降る中を朝早くから並んでくれた人もいるそうなのであります。そういう話を聞きますと、こちらも気合が入るものです。縁台は微笑みの種をまこうとしています。豪雨から10年、いろんな悲しみ苦しみを抱えながらも、新しいホールもできて、これから未来を向けて少しでも明るい方へと進むように願いを込めて話をしてこようと思っています。新型コロナウイルス感染症が今のところ下火なので、開催できるのが幸いであります。では今日も姿勢と呼吸を整えましょう。まず両方の足で床をしっかり踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンとこう下ろします。息を吸いながらギューッと肩を持ち上げていって、吐くと同時にストーンと下ろして、もう一度息を吸いながらギューッと肩を持ち上げていって吐くと同時にストンとこう下ろします。
最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底の空気も胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで口を開いて一息強く、吐き出して口を閉じます。すると鼻から新しい空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹に新しい空気が満ちるのを感じて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡るのを感じながら、ああありがたいな、嬉しいな、思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。